我々に作るは宇宙だ。イガちゃんです。イガキタさん、あ、今のはフードファイトの時の草薙。最近ちょっと懐かしシリーズ多いですフルメイナガ。今日はイガキタさん、あ、今まで大食いで3人と戦って一緒に会いちゃう、はい、萌谷さん、増渕さん、エビマヨさんと戦って現在通算1勝2敗と負け越していると。そうなんだよ。で、このままじゃ終われないと思って今回は大食い界のレジェンドを呼んだ。それは一体誰でしょう。ロシアン佐藤。かなり手強い相手を呼んでますけども大丈夫ですか。いや、弱いやつを呼んで勝つのは当たり前じゃん、はい、だから強いやつとやって勝ったら伝説じゃん。そういうこと言ってますけど、男4人で戦うんですよ。そうなんだ。あと、うん、今回はちょっと重大な事実がありまして、うん、ブリーフ団 S が体調不良により今回は大食いはドクターストップがかかったという。そう、はい、お前大丈夫か。はい、全然大丈夫なんですけど、うん、ちょっと大食いはちょっとやめといた方がいいっていうことで応援頑張りますので。わかった。じゃあ応援頼むよ。めちゃめちゃ応援します。わかった。そうすると、うん、まあ、1人足らなくなるんですけれども、ね、代わりを俺が見つけてきた。ちょっと読んでいいかな。お願いします。出てこいや。おおおお。よろしくお願いします。荒木です。よろしくお願いします。正直、お前大食いどうなの。こんなこと言いたくないですけど、今回に関してはチェリーだったんじゃないかと思ってます。おい、お前言えなかった。俺も言いたくない。僕も言いたくないですよ。頭をこんなこと口が下げても言いたくないですよ。でも勝ちに行ってますよね、頭。常にやっぱもちろん今回はもう負けは許されない。それを考えるとチェリーだったんじゃないか。お前なんて言ってください。いや、精一杯あります。でも来たからにはできるもう限界を超えるつもりではいます。はい、どうなんですか、大食いは。はい、もう普通ってことですか。もう多分45歳の男性のちょうど平均だと思います。打倒ロシアンでいくぞ。負けは許されない。勝つぞ。本日の対戦相手、ロシアン佐藤さんです。うまっ。これから聞いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。300回も見てたよ、テレビで。すごい食欲。こちらのロシアン佐藤さんですが、テレビ東京系の大食い王決定戦などで人気を博し、国別対抗の大食い世界一決定戦では日本代表のキャプテンを務めた経験もあるまさにレジェンドです。やっぱり性欲の方もレジェンド級。認めるパターンある。セイカもまあまあいい大人なんで、そういう攻撃全然効かないんで、ガンガン言ってください。おい、そして今回ですが、うん、対決の会場となるこちらは、うん、現在全国に10店舗展開している、うん、今注目のステーキ店ワンダーステーキさんなのですが、ここで行う対決はこちら、ステーキ5キロです。これはすごいな。ロシアン、正直言ってこれどうなの。いや、一番食べにくい肉です。おい、そこはなんで。赤身はやっぱり咀嚼がやっぱりすごく大変なので、思った以上に入る前
前にお腹いっぱいになっちゃうと思います。ああ、大食いの人結構言うのよね。咀嚼適に回すと大変って、はい、咀嚼を適に回す、うん、はい、満腹ジュースが一番最初にやっぱ刺激されちゃうので、もう壊してないと食べれないと思います。壊す、壊すっていうのはコントロールできるってことですか。はい、満腹ジュース壊していっていただきたい。どうやったら壊せるんだ。やっぱ負けたくないね。はい、な、待ちましょう。負けたくないな。じゃあ、ロシアさん、今までの対決は、はい、あのちょっとエガチャンネルチームもなんか、まあ、まあ最悪負けてもまあ楽しかったら1回ぐらいのノリだったんですけど、はい、今1勝2敗となってて、はいはい、今回だけはもう史上最高にガチです。そんなテンションで私にぶつかってきてるんですか。勝ちたい、絶対勝つよ、勝ちたい、お前には絶対勝つ、はい、帰りを気にしてやろう。おぉ、よぉ、上等じゃねえか。じゃあ今回のルールを説明させていただきます、はい、男4人対ロシアン佐藤さん1人のハンデキャップマッチです。制限時間は90分、はい、ステーキ5キロをより多く食べた方、もしくは相手より早く食べきった時点でその方の勝利となります。そしてこちらのお肉はワンダーステーキの売れ筋商品であるフィレ肉をメインに、その時の旬の肉を詰め込んだ超お得なセット、肉の鉄人小坂プロセットを提供していただきました。おお、はい、なお食べるお肉の順番は決まっておりまして、はい、子牛ハラミ、はい、赤身カットステーキ、うん、牛フィレ、ロース、うん、ハラミの順でお願いいたします。ということは、このエリアを食べて帰らないと次行けないってことですか。そうなっております。なるほど。その辺はどうなの。結構、だから味途中で変えれないんだ、食感変えれないんだっていうのがあるんで、結構しんどいかもしれないなと思いました。ちなみにですか、どうしますか、もう東田さん、もう今日勝ったら。勝ったら、はい、デカ盛りハンター。なんとなくわかりました。デカ盛りハンターで、うましらって叫んで。本気のやつですよね。そうだね、マスブチのやつじゃないから。うましらってわざとカットされるような。逆にロシアさんなんかもし勝ったらあります、うん、いいですか、うん、私もうちょっとで100万人なんですよ、チャンネルの時間が。なので100万人記念の高級なものを食べる動画をおごってください。わー、また来たよ。俺もうでもうお金ないよ。いや、それ回してくださいよ。分かった、カちゃんいいんだよ。カちゃんカちゃんいいんだよ。行きましょうね。そろそろ行きますか。やっさ、やりますか。うわ、男の底力見せてやろうじゃないですか。緊張する。制限時間90分です。はい、よーい、お茶いの、よいしょしょ、はいはい、じゃあ、ウルガルさんにまず渡す。あ、すごい、渡す前お礼は焼くよ。はい、うわ、結構長い。はい、これありがとうございます。すごい、結構長い。カットするんだ。ハサミあった方がいいね。確かにハサミあった方がいい。もう全部焼こう。乗ります、全部焼こう、もう全部焼こう。乗りますわ、ほら、全部焼こう。いや、これよしよしよし、これ一品全部やったぞ。これで、子牛ハラミ、ハラミステーキ、全部よし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 、いいね。さあ、ロシアンさんはまだ半分のつけたぐらいですね。ね、このスピードは絶対差が出てくると思うんですよ、この男4人の。そうですね、まず繰り返すとかな、繰り返すとか、はい、よし、早くいってますね。やばい、もうこうっと。江口さん、はい、なんかいつもよりも気合が違いますね。おお、絶対おごりつくないもん。すごい、めちゃくちゃちゃんと。これでいいんじゃない。筋切りがされている。これでいこうか。もう食えるんじゃないかな。いいんじゃない。おい、ひどいぞ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 。うわ、うまそう。うわ、うまー。あ、でもやっぱり噛み締めて美味しいパターンのメグラ。
うわ、うまい。これは、うん、うまいんだけど、うん、咀嚼が必要。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。うわ、美味しそう。めっちゃうまい。ちなみにですが、今回40年以上肉一つに生きてきた肉の鉄人で、うん、こちらのワンダーステーキを立ち上げた小坂プロにもお越しいただいてます。お願いします。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。皆さん今食べているのはこちらなんですけども、これ実は非常に貴重なお肉なんですよ。あ、そうなんだ。これも限定で販売してますんで、今の時期しか食べられないです。柔らかいのは当然ですけど、子牛特有のさっぱりとした感じです。そうなんだ。いくらでも食べられます。とっても柔らかいですよね。柔らかいか。あとソースめちゃくちゃ合う。うち独特の秘伝のソースなんです。これはそうでしょう、めちゃくちゃうまいもん。これはとっても肉合うんですね。めちゃくちゃ合う。あれ、そうだね、子牛のハラミステーキは鉄板からなくなって、今もうあとはこれで食べるだけの、うん、うわ、おいしい。ほんとさっぱりする。いや、めちゃくちゃ美味しいです。ほんとめ、なんか柔らかいし、このしっかりとこう、なんていうんですか、歯が入れてあるじゃないですか。食感がすごく良くて、でも噛み締めると本当にあの旨味とか、あとこのジューシーさが口の中いっぱいに広がって、すごい幸せがステーキ。この食レポうまいなぁ。俺たちがなんで言わないんだよ。めちゃめちゃみずみずしいです、お肉が。お、これで今全員の子牛ハラミステーキがなくなりました。よっしゃー。これは大丈夫だと思うんだよな、マジで。赤身ステーキです。もう乗れる分乗ら、乗らせよう。ちょっと今までとの気迫が、いや、ロシアンって聞いた時に、やっぱりテレビチャンピオン、もう伝説の女ですよ。彼女を論破してやろうと思って。論破？なんで論破？趣旨変わってる。ちなみに今お腹はどれくらいですか？今 0.5 ぐらい。うわー、まだ 0.5 割。0.5 割です。0.5 割。はい。僕も全然1とかです。おお。さんは。僕も1ぐらいでしたね。竹下さんは。7かな。いや。はい、や。はい、や。7。竹下さん最後です。うわ、早っ。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 上がってきた。やば。やば。すげえ、やっぱ。もう終わります。お、早い。え、ちょっと待って。おいおい、こっちやれって。お前ってそれはやばいわ。リアクションしなくていいよ。ロシアさん、噛んでます。噛んでます、4回か5回ぐらい。おい、おわっ。やばい。あれ、これちょっと待って。序盤リードしてるかと思ったら、そんなにまだ差が開いてない。いつももっと開いてます。そうですね。なんなら。このまま行きましょう、このまま。トングもう一個ないの。 L、 お前やれよ。やばい、ちょっと柱が今日、いやいやいや、二人でやるんだよ。今日ピリついてる。柱ピリついてます。こちら赤身カットステーキはどんなお肉でしょうか？実はですね、1人前 180g で肉作るんですよ、ステーキを。はい、その時どうしてもこう端切れが出ますんで、いろんな部位がこう混ざったお肉なんですね。なるほど。ですから、フレとかロースとかハラミっていうのがこう混じり合って、いろんな味が楽しめるっていう。なるほど。もうザ・お肉って感じ。おぉ、いいじゃん、ここのさん、ここ確かに全然味が違う。あ、ここも全然違いますね。めっちゃうまい。ロシアン、はい、お前が一番尊敬するフードファイターって誰？篠浦八代さんです。やっぱり熊本市。八代さん、最高です。もう大好き。もう鼻汁出しても食べるもんね。いや、そうです。本当にもう大食いにすごい好きすぎて。そうだよね。はい、外がもう大好きです。でも普段めっちゃ優しいんですよ。ああ、そうだろうね。いつか菅原さん、映画チャンネルに出て
勝負しよう。あ、赤身ステーキが、うん、この鉄板からなくなりまして、うん、あと今取ったのを食べれば、うん、クリアになります。そして結構ロシアンさんまだ残ってますね。残ってますね。どうですか今感触としては。僕は今もうほんと5聞きましたね。一気にきました。ちょっと M と L は僕今3ぐらいです。おお、楽しい。僕もちょっと5になってきました。おあれ意外と結構急に上に来たな。さっきまで1やってた。あれすいません、ありがとうございます。さあ、そしてうなった単なるぐらいで終わってしまった。そして、うん、エガチャンネルチームは続いてフィレステーキに突入です。うわ、はい、すごい。ちょっと差が開いたか。ロシアンの腹の数字聞いてみましょうよ。そうですね。お腹の具合は10でいったら満腹なんですか。今まだちょっと分かんないです。どういうこと。もう満腹。頭おかしくなってんだ。壊したんだよ。数値化すると満腹中って反応しちゃうから今多分ぶっ壊した状態で。あーやべえぞ。俺たちピンチだよ。ピンチだよ。脳で食ってんだから人間は。なるほど。うわ、まあ、しまった。数値化しなくていいんだよ。なんで俺たち答えるんだよ、すぐ。自分で自分の限界決めてんだよ、もう。限界決めると大食いできないってことですよね。ジューって言ってるしてダメですよね。ダメです、ダメです。もう二度と聞かないでください。本当に。どういうことだ。うまそうですね、しかしこれ。はい。うわ、早いんだよ。本当に早い。サクサクが早いよ。あ、これうまっ。お、実はこれただのヒレじゃなくて、まあ、うちのですねセントラルキッチンっていう、まあ、専用の工場でうまみ凝縮製法っていうのを作ってるんですよ。だからちょっと半焼きでも随分おいしく食べられる。うまみが倍増してるんですよ。凝縮製法。はい、お客さんも終わります。おっ、やばい、やばい、やばい、追いついてきた。ただこのペースを落とさなければ勝てますから。オッケー。ブリューナーがちょっとさらにもらっていいですか。はい、ありがとう。これをやった方がいいね。おで、こっちはまた焼きますから、こっちで。はい、ありがとうございます。それをなんでお前らがやらないの。よし、焼く作業を。なんだよ、ふざけんなよ、お前。ちょっと、まだまだリーダーだよ。さ、そして今、ヒレステーキは全部、まあ、お肉にはもう乗ったので、うん、で、時間が今、ちょうど30分。あと何分か30分だったよ。ロシアンは、一番食べた時って何キロ食べた。カレーを30分で 7.5 キロ。うわ、30分でこれ楽勝じゃん。7.5キロ。でも肉は違うんですよ。全然違って、カレー 7.5 キロ食べても肉は3キロしか食べれないとか全然あるので。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、江頭さんが止まってきました。あれ、ちょっと今のうちに味変頼んでもいいですか。お、ご飯とキムチもらって。余裕だよ。でもまあ、来た。ご飯を食べるんですか。食べます。やっぱ口の中がずっとお肉の味で同じだと私やっぱちょっと飽きがきちゃうので、いろんな部位があるといえど、ちょっとキムチとか酸っぱいとか辛いのとか、あとご飯とかでの甘い身とかでちょっと口をリセットして、でもう一回あの真っさらな気持ちで食べます。真っさらになるかい。いや、僕も今ちょうどそれを感じてたんですよ。え、半分、今半分肉食べて、はい、もう一回この肉かっていう、口の中変えたいなみたいな。え、ご飯頼むの。でもご飯頼むとより食べれると思うんですよね。
そうです、一回やってみましょう。どうすか、いらっしゃった絶対、お前やめとけよ。俺ガチでやってんだよ、ふざけんなよ。ご飯頼むって。でもちょっと口の中変えたくないですか、マジで。それで、はい、俺カメラ気にしてないの、はい、今全然、はいはいはい、白旗結成だよ。いい笑いに走っていいの。それでいいの。いいの。いや勝負はしましょう。ギリギリの勝負した方が面白いんじゃないの。出たきなさい、ちょっと余計な感じ。もう白旗出していいの。いや何なんすか、そのなんかちょっと取れ高みたいな。いやですよ、ほんと。僕よかれと思って。そりゃいいよ、途中はね、はい、面白い映像だと思う。だけど、最後の接点ないじゃん。やめとけ。ガセラな、ガセラ。さすら君が。うわー美味しそう。でもやべえ、あれを見て肉を食うんだよ。バカボンに習っただろ。こちらのキムチなんかわざわざステーキだと食べ放題だと。これはなかなかですね。何て言わせないの。だんだん遅くなってきた。ちょっとペースが落ちてきましたか。そうがまた気持ちいいんだよね、見てると。確かに。こんだけ食べてます。この味変はちょっと今日オラキオさんもかなりガチできた。いやもうガチですね。もうやっぱ頭のこの感じ見ちゃうと負けさすわけいかないなっていう。はい、お前も食うよ。おうわすいません、こちら。うわこっからロースステーキとハラミステーキになるんだ。お腹溜まってきたな。これ僕ちょっと最初飛ばしすぎましたね。え。米食うとか言ってたんですか。そうだ。うわうまそう。うわなんか作ってる。何作ってんの？ステーキ丼。うわー、うまそう。お、お、あ、まだか？熊が落とし出た。菅原さん見たことある。うわー、いかんか。ちょっと。やばい。というとですね、表情がですね、ロシアさんすっごい楽しそうに食べてるんですよ、美味しそうに。こちらの4人ちょっと表情が死に始めて。いややっぱ急に来たな。急に来ましたね。はい。ここ食ったらもう全部終わり。そうですそうですそうです。よっしゃ。いやこれまだでもあんま考えない方がいいよ。もうバンプ中する刺激しちゃうから。バカに行きましょう。バカに行こう。これで今ヒレステーキが。食べた、みんな食べた、はい、よっしゃこれで今行きまして、やったもうこれで3キロぐらい行ってるんで、あともう2キロ、もう2キロ。ちなみに今エルお腹どんなもんですか。うわ、やった8です。8 急に増えてきた。8で、8です。8、はい。ロキオさんはですね。おめでとう。14。もう壊してたんですね。もうある意味壊れてる。私も突然8とかになるんですよ。あーやばいね。そういうもんなんですね。そうなんだ。突然8とかになるんで本当に考えないようにしてます。なるほど。肩組んでもう一回やろう。はい。佐藤、吉田の佐藤、絶対ぶっ潰しろ。よし、やろうぜ、やってやろうぜ。じゃあロースステーキ焼いていきますか。いいですか。よし、ロースもうまそうだよ。でもちゃんと仕事もしてあって、あ、すごい。あ、切れ込みもちゃんと入ってます。これは焼き加減はいかがでしょうか。ロースはですね、表面をちょっと強火で焼いていただくと中に旨味がじゅっと溶け込むんですよ。
で今うちのワンダーステーキでも女性に人気ナンバーワン。はい、非常にヘルシーなんで、はい、ヘルシーなんですか。ヘルシーなんか嬉しい。ロースで折れたらバラつけないよ。早いわ、やっぱちょっとやばいやばいやばい、マジで吉田さん、顔死にますよ。吉田さん、こっからのところ今、一生2敗ですから、はい、たまたまだと思うけど、スマ落としやってから顔終わりたい。やんないほうがいいじゃないですか。スマ落としは私はダメです。やっぱ合う合わない、合うんじゃね、絶対こう人によるんだ。私上がってきちゃうので、やっと俺上がってきてるもん。レチアンさんタイプですよ。エガチラさん合う合わない、あるよ絶対。よしさん、あれ行った方がいいんじゃないですか。あれ あれここでガツンとめきのある。はい、ありがとうございます。おー、いい長ツンとみかん。うわっ、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 はい、よし、ありがとうございます。ランチを頑張れよ。うわ、俺も、いい。じゃあ、ロシアン。わー、ありがとうございます。嬉しい。休み慣れろ、ロシアンさん。これも無事になりますからね。いや、俺大丈夫かな。ロシアン佐藤に勝つぞ。ガツッとみかんめちゃくちゃうまいっすね。家で食ってたのと全然違う。違うんですよ。うまいガツッとみかん。待って、これ食べるまでロース食べれない。私手が太だけ切れない。いい写真だ。このまま30分このままですよ。またいつも変な音がうなりのよ。いや、美味しい、全然違う、やっぱ、うん、いいです、すごい。やっぱり、はい、やっぱりしてますね。全然また違うんですね。当然だけど、うん、おおおおおおおこんなやり方。うわぁすごい、すげぇ、さすが、すげぇ。うん、うまい。おさん、うん、バイブ鳴ってるやつ。綺麗なやつだよな、もう。ちょっと待って、今最終章みたいになってますけど、まだ花見残ってますからね。花見やばいっすね。え、でも僕よりなんかそれだけもう、はい、おお、はい、いけるかも、頼むよ。いけるかも。うん、今ここ頑張れる気ですわ。そうですね、ここマジで頑張り時。わっ、じゃあ言うけど、あの量を、うん、から、うん、ロシアさん、その量まで行けますか。いや、結構咀嚼系だから、やっぱ頑張る、もう結構結構結構ですね。ってか、顎が疲れないですね。いいな、顎は全然まだ大丈夫です。うん、大丈夫ですか。うわー、結構来る。被害者さん、顎は疲れないですか。顎疲れてる。虫の根みたいじゃないですか、もう。やばいな、やばい。ちょっと兄貴、いただいていいですか。いや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 。いや、俺もそれで終わっちゃうよ。なんだそれ。それはまだないでしょ。お、これ油入れてもらっていいですか。うまい。
うわ、一気にいった。さすが、こちら痛いな、その作戦ありなのかな。でも作家やってるからありなんだろうな。これ腹見せてやばい。で、今、あと1キロがどうですか、見るか。言いたくないけど、まさか これをいける気は全く今のところしてないですね。未知数っていうか、もうあとは自分との戦いですね。ですね、今までの生きてきた45年の人生だったらもう無理、絶対無理です。今日から自分が生まれ変わると思って、うん、自分の限界超えろ。うっそー、あー、口に溜まる。口に溜まっちゃダメだ、煽ってる。口に溜めねえんだったらダメなんだよ、飲み込め。ここで負けちゃダメなんだよ、もう絶対花見にまず行かなきゃ。心を保ったまま。やばい、ちょっと鉄板の上から肉なくなりました。わー、やばい。よし、これ行くぞ。行こう、これはもうなくしましょう。うん、まずは一旦お、M 行って、くっそー。頑張れ。お前頑張るんだよ。はい、坂だろ。はい、坂だろ。はい、うん。うちの子は、これなんだよ、死ぬことが見つけたい。そう、話すね、さあ。そう、その通り。やばい、口の中溜まってきた。さあ、でも来た、入れて、こっち開いてる気が、向こうは。うん、あ、やばい、見てろよ、ロッキー。一番食ってないっすから。ずっとみかんしか食ってないから。さあ、おし、参ります。やるのは鬼に任せる。やめてくださいよ。うわ、でかい。これちょっとでかいですけど、実はですね、はい、まあ、花火の中でも肋骨側にあるちょっと厚みがある、非常に味が濃いお肉になります。非常に柔らかいですけどね、食べ応えバッチリ。ここに来て食べ応え。さあ、こっからが本当の勝負。うん、限界を超えた戦い。うわ、うわ、なんだこりゃ。うわ、美味しい。あ、もう、あ、はい、いや、いけると思う。行こう、みんな行こう。普段勝つぞ、頑張ろう。よし、じゃあちょっと、いや、行きますよ、僕。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 よっしゃ、めっちゃ食いやすいです。ほんと、おい、ここに来て。よっしゃ、ロシアン、ロシアン、俺たち最後大手だぜ。うん、うまいスピードだったらいける、スピードだったら。そうだ、咀嚼しながらもう肉切っておけばいいんだ。同時進行だ、もう全部か。そしてロシアンさんもロースが終わり、花火が入る。最終章、よし、L、覚醒しようぜ。おー、行くぜ、俺ら。さあ、今まで1勝2敗、うん、負け越しているエガチャンネルチーム、悔しかった。ここで負けるわけにはいかない。ロシアさんも全部乗った。うわー、ロシアさんも全部乗った。いや、これすごい分厚いですね。やるのに時間がかかりそう。この時間もあるから、やはりS とオラキオさんの違いが、うん、ちょっとここへ来て出てるかもしれないですね。出てるよ、お前頑張ってるぞ。はい、行きます。かっこいいぜ。カズラーカズラーカズラー、負けて帰さすわけいかねえよ。おー、俺も行くよー、どんどん。おー、ロシアやばい、負けごめんね。時間がないな。わーっと、ここで仲間が焼けるのに時間がかかっている。だってエスさんと同じ食欲だったなら分かりますけど、食べる人連れてきたんですよ。もう人増やしてるのと一緒ですから。確かに人増やしてると一緒だ。本当ですよ。いや、でも私はもう最後まで絶対諦めないです。おい、もう精神力がすごいんですよね。うん、そうですね。皆さん負けない、今日こそは絶対負けない。もう見えてきたもん。見えましたね、
ロシアさんが食べ始めました。うわー、ロシアさんが美味しい。うわー、エンジンかけた。サーブかかった。ロシアさんも全部焼けて。美味しくない。しまい終わって。江頭さん、今このペースでいけば勝てます。よっしゃー、 うわー、 うわー、 マジだー。 お、江頭さん、 行きますか、これ。 やるんじゃない。 お、 すらー、 負けたくないでしょ。 やらない。 もう負けるのは嫌だ。 辛みめっちゃ柔らかい。 うわー、おいしい。 よし、 頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張ろう。ここからだ。全員で、もう残ってないから全員食べよう。おっさん、はい、食べよう。おぉ、やるじゃん。どうなって食い終わった人はもう頑張るぞ。そうっすね、もう誰の肉とかじゃないっすね。ないよ、もう誰のものでもない。行こう、みんな。クソ、飲み込めない。ああ、気持ちと体が。くっそー。ロシアンさんも追いついてきてる。多分お腹は入るんでしょうけど、スピードですね、あとは、うん、おそらく。俺たちが飲み込めば絶対いける。マジで。エル、今いくつの中？15です。15？ エルは18です。マジで。21。ハハ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 。自分の分はもう行きました。行ったよ、それ行かないと。マジでお願いします。ロシアさん5枚目。ロシアさんがあと3枚。うわよっしゃ、これが満腹中だ。ロシアさん3等分しましょう。あ、よし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 。で、ガチャさんもこれ今目の前にあの食べるとして、いや、3等分だったらいけるよ、いけるよ。さあ、ロシアンさんは食べ進めている。3等分ってどうしようとしてる。何やってんの、何やってんの、何や、細かく切ってると思ったんだ。俺のバカじゃないの、ちょっと。ほんと今小銭合いしてる場合じゃないんだって。マジで言ってる。ただ、もう本当に量で言ったら、もう本当にあとちょっとこれをあとロシアさんが2枚食べる間に食べきれば。いや、マジできつい。今まで一番きつい。いや、でもいけるって、いけるって。みんな一人頑張ればいけるわ、これ。みんながそれぞれ今スパートかけろ、もうラスト。あと2枚。やばいってな。さあ、バキオさん、L と M が顔見えない。どこ見てんのよ。ねえ、上見たってなんもないよ。いや、肉食うんだよ、俺たちの今やることは。どこ見てんのよ、上見て。肉食うんだよ。よし、食え食え。
食え。マジで食え。ちょっと伝説残すぞ。はい。ペースが上がってきております。ああ、あとは口の中じゃ。おい、すごい。さあ、お前さんも自分の中が全部口の中に。あなた口の中に呼ぶに、あとはもう自分との戦いです。飛び込めるかどうか。そして、江頭さんも確実に食べている。絶対勝つ。絶対勝つ。うわー、やばい。ねえ、もう食べて食べて、とりあえず。さあ、エムが持ったまま口動かない。怖い。ロシアンが言ってた咀嚼、もう痛いほどわかる。噛めなよ、顎が。お、でも食った。でも行った。あタコちゃんさん、最後。うわぁ、ロシアさんが最後の一切れ。やばいやばい、行け、こっち行けよ。ラキオさんは口の中に入ったお肉が全然なくならない。やばいやばいやばい、ご飯、ご飯行って、ご飯、ちょっと待って。さあ、そして今、Mがあとその一切れ、そして M がこの一切れ、そして江頭さんがこの一切れを食べきれば勝ちというジャンク。ちょっと待って、よし、来てる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 。そして、M、いった。そして最後、江頭さん、いった。これを、全部、あーいった。ロシアさん、完食。そして、ロシアさんが追い上げてきてる。ちょっと飲み込め、飲み込め、飲み込め、みんな。やばい。これを飲み込めば、ロシアさんが、うわ、やばい。来てる、来てる。飲むんだよ、飲むんだよ。ここに行ってキムチ。頭おかしいじゃん。なんでキムチ食うんだよ今。頭おかしいじゃん。なんでキムチ食うの今。そんな今。あ、でもいけいけ。キムチで流し込んだ。ウーロン茶で。出しました。クソ食うんじゃない。エム開いた。はい。そして。食べた。エム食べた。あとは江頭さんが食べきれば。いける、いった。やったぜ。よっしゃー、よっしゃー、ゴーやったぜ。これはやったよ。うわー、危ねー、あぶね、すっげー、ロシアさんすげー、やっぱよっしゃ、よくやった最後。キムチ食った時ぶん殴ろう。あー、めっちゃ悔しい。危ねえ。ハラミを同時のタイミングで焼けたら、はい、勝ててたと思います。そうですね、やっぱり男用に。あー、悔しい。めっちゃ悔しい。おっしゃ、嬉しいかしら。まあ、そう、どうしたよ。明らかにS からオラキオさんへのチェンジはでかかったですね、これは。いや、S だったらもう絶対無理でしたね。そして、ロシアンさんも完食。すごいなぁ、すごいなぁ、夢も食って、すごいなぁ、一人で食ってんだ。ちょっと待って、キャッチャーさん、なんすか、この表情。勝ったやつの顔って何ですか。俺ら勝ったんだから、こちら。いや、やっぱユイ
ヨシちゃんの凄さを改めて知ったね。ヨシちゃんにもう拍手でしょ。すごい。いかがですか。こんないい勝負していただいたら、もう100万人突破は怒ってあげるんじゃないですか、やっぱ。俺おごるよ。すげえ。ありがとうございます。かっこよかったもん、お前。嬉しい、ありがとうございます。やったー。というわけで、はい、今回使用させていただいたお肉のセットですが、何言ってるのか全然わかんない。脳やられちゃってるな。すいません。今回使用させていただいたお肉のセットですが、肉の鉄人小坂プロセットとして1月30日からワンダーステーキの公式サイトで販売いたします。ご自宅では再現できない旨味凝縮製法で調理されたステーキをフライパン一つで再現できる牛肉の詰め合わせのセットとなっております。今回は公式オンラインショップのオープン記念で期間限定キャンペーンで、さらに土手煮が数量限定でプレゼント。美味しそう。されるのと、あの土手煮だ。おお、さらにめちゃくちゃ美味しい。初回限定1000円オフクーポンも配布いたします。わあ。詳しくは概要欄もご覧ください。ちなみにこちらのお店では、今度小坂シェフと田中シェフで YouTube を始めるらしいです。ぜひご覧ください。頭のおかしいお前ら、めちゃくちゃマシラーだから絶対頼んでみてね。じゃあ改めまして、はい、今回映画チャンネルチームの勝利ということで、はい、2勝2敗となりました。やったー。ロシアンごめんねー。ドーン。